ネッサンです。ダッチーズです。さあ、始まりましたよろちきチャンネル。はい、今日はですね、ちょっとお話聞いていきたいんですけども、はいはい、ナナダさん、うん、すごい人とちょっと戦ってきたという。戦いましたね。はい、はい、誰ですか？誰だい？ごめんごめん、俺がボケろみたいな感じ振ってた。あの、振り方ちゃんと気付けてな。いやいや、別に普通誰ですかとかあんま言うな、お前。ごめんごめん、俺がそういうボケてくれっていう振りに聞こえた、うん、ごめんごめん、誰ですかって言うな。わかりました、ちゃんと言ってください。じゃあ、お願いします。うん、どべでべって。違うってボケんでええよ普通に言ってよ。すごい、普通に、なん、しかも誰かわからんし、それなんて言ってんの今。どべゆき。どべゆき、ちょっとそれも良くないし。ひろゆきさんでしょ。なんでなん、そんなことなる。別に普通の会話できへん。じゃあ普通の会話できへんくなって、工場委員会出てからよ。工場委員会のせいか。工場委員会で普通に答えたら怒られんねん。ひろゆきさん、今話題の、はい、もう YouTube でも、もともと2チャンネル作ったひろゆきさんですけども、うんうんうん、最近もうすごい話題やんか、うん、で、そのマッドマックス TV っていう番組でひろゆきさんとディベート対決っていう企画があるんですけど、うん、すごい、なんとナダルさんが行ってきたということで。そうですね、はい、はい、もう放送はされたんですよね、この時にはされてると思いますね、うん、あの、ABEMA で、ABEMA TV で見れますんで、ちょっと見ていただきたいんですけど、はい、もうこれ、オンエア前にこっちは撮ってるんで、はいはいはい、どんな感じで編集されてるのかちょっと分かんないんで。ああ、なるほどなるほど。はい、ちょっとどうでした、その行ってみた時の、その収録した感じは。そうですね、体感は。いや、なんて言うやろ、実はね、そのひろゆきさん戦う前にバンビーノさんとコラボしたやんか。ああ、僕ら YouTube でバンビーノさんと撮影したその後にひろゆきさんの収録やったな、うんうん、であって、その時、あの、石山さん、バビロンの石山さんと藤田さんと西野と3対1でディベートをしてな。なんか、ナダルさんが急に、ちょっとこの後ひろゆきと戦うんで、ちょっと練習させてくださいみたいな。いや、俺ひろゆきさんって言ってるから、ほんで。ひろゆきって呼び捨てしてる感じ、言ってないよ。うん、でも呼び捨てにしてもいいんちゃう。うん、もう対決したんやし。そうやな。うん、まあ、負けたし。ひろゆきにしよう。いやいや、もうまたなんか言われたくないの俺。あ、でもその感じ見るとだいぶ論破されたっぽい。いやいや、まあまあまあ、見てほしい。別にそんなめっちゃ論破されたかって言われたら、そう、おそうなこともないんだけど、まあ、正直さ、3対1でさ、うん、俺と西野、俺対西野と、はい、西野と藤田さんと石山さんで戦ったけど、はいはいはい、結構俺もう食ってたからさ、うん、もう何のグーの目でも出へん。いや、やっぱりその仕上がってるなっていう印象でしたよ。その楽屋でその急に勝負しませんかっていらして3対1でやった時に、とったこったら何の話しな、何の話しな、めっちゃ論破してくるから、もうこっち側3人は、うん、めんどくさみたいな。めっちゃ確かに、いや、めちゃめちゃでも、あ、本気で勝ちに行くんやなっていうのは伺えたというか、あの、お笑いしに行きたくないなと思って。うんうんうん、もうそういう時って、もうお笑いやるより、うん、あの、論破でバッチバチひろゆきさん倒した方がおもろいな。それは偉いと思う、うん、その、俺オンエア見てないか分かんないですけども、うんうん、お笑いには行ってない。お笑いに行かずに、そっちの方がそういう系って、別に変にボケに立つというか。そうそうそう、もうそういう番組をほんまに、そういう論破の試合を見たいからね。そうそうそう、だからもう本気で行こうと思って、うん、行ったんよ。うん、ほぼお笑いだと思って。なんでなん。え、めちゃめちゃ見ない。しかも笑えるんか分からへん、お笑いというか。いやいや、あかんやろ。一番悪してやん、笑えないと。だから何があかんって。じゃあ反省点は何なんですか。違う、本当にひろゆきさんの実力の、うん、なんて、あの、フリーザの第一形態、第二形態、第三形態、どんどん強なっていく感じ。第一形態で遊ばれてる感じ。悲しい。あんなに楽屋でブイブイ言ってたの。ブイブイ言ってたけど、うん、なんていうの、あの、いやいや、ほんま練習、そこが見えないの、そこが見えないの、全く。いや、練習付き合ってくれたバンビロさん謝るよ、ほんま。石山さんとか、じゃああなたはなんでそんなことをしたんですかとかで、石山さんが言ったらブワー論破して、石山さんシュンってしてたよ。おーいと、あまりにも、あまりにも仕上がってるから。こういうこと、じゃあこういうことじゃないですか。ウィース。あまり、いや、だから期待はしてたんですよ。あ、ちょっと奈良さん、だいぶギア上がって、このまんまの流れでいったらひろゆきさんも倒せるんじゃないかっていう、うん、ちょっと期待はしてたんですけど、やっぱ無理やったんや。
なんやろうな、やっぱな、あのスタッフさんもちょっと困ってた感あったのが、俺が大会やで、はい、俺はもう負けたくないから、ひろゆきさんがあまりにも確信ついてきた時、その質問無視して違うとこ答えてた、はい、うわっ全然良くないよ言うたらディベートやろ一番卑怯な、一番冷めるやつや、言うたらやっぱその質問を潰して、さらにこっちがした質問を潰して、うん、潰し合いをしながらわけよ、俺あまりにもいいパンに飛んできたら、もう食らってないふりというか、なんか聞こえてないふりして負けたくないから一番卑怯やそれ。そうそう、はぁ、なるほど ねちょっと、どう、もう盛り上がってんのかはもうわからへんというか、あえ、その題材というかテーマは、うん、家は買うべきか買うべきじゃないかみたいなとかでしたよね。あの家は買うべきか買うべきじゃないかと、うん、人間にとって大事なのは愛かお金か、おあと、まあなんかちょっと軽く世間を騒がした、うん、なんかあの一口も奥さんが作った料理に手つけて捨てる、あありかなしか、あそれがありかなしか、うん、えそれありでやんのめっちゃむずない？いや俺ありで言ったよ。嘘で、買ったん？負けた。まあ、負けるよな、それは。え、でもさ、家で言うとさ、うん、家を買うか買わないかはさ、うん、もうめちゃめちゃ熱量乗るんちゃう、うん、だって買ったんやから。買ったし最高、所有感、僕の所有感を それは絶対勝ちたよな。うん、買った。負けた。はぁー、それはほんならもう、でも一個だけ言うんですか？じゃあもう二度とじゃあ楽屋で、家買ったマウント他の人に取らんといてくださいって。俺取ってないし、別に。負けたんやったら、お前が勝手に家買うの最悪やって、お前が勝手に俺に吹き込んで。じゃあ俺は言ってない。お前がホリエモンさんがそう言ってたら俺に吹き込んで。俺一言もそんな家買って、ホリエモンさんとひろゆきさんが今家買えたらバカですよ、うん、それを俺別に聞いてもないで、お前が言ってきただけや俺別にマウントなんて一切取ってない。それをだから、それが俺言った時に、あ、でもねっていうのなしな。あ、そうですよね、僕バカなんですよって毎回言うことな。負けたんやったら違うで。いやほんま、でも西野には論破されんと思う、正直。いやまあ俺はだからめっちゃ食ってきたから、あー、なんで負けたのな。でもいや、ね、やっぱな、うん、ほんまにだって学園でちょっとやってん、うん、家買うか買わないか論争を俺と対決したやん、うん、で、普通にやっぱ強かったやん、うん、あちゃんとやっぱこんだけ負けず嫌いのほんまええとこ出てるというか、うん、ほんまに勝ちに行くねんなって。ほんまに勝ちに行ってんけど、うん、やっぱ俺はさ、言うたら俺の価値観で喋るわけ、うんうんうん、ひろゆきさんは一般論で喋るわけ。あ、一般論で言うと、それやったら所得のことを考えると、やっぱちょっと芸人の方がまあ一時期かもしれんけど、まあバッと稼いだりする時あるやん、はい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 、それの勢いで買ってるわけやんか、はいはい、一般の人それできますって話から入ったら、あで言うたら俺はしっかり資産価値が下がらないとこで、はいはい、土地の場所もいいとこ、はいはいはい、都内、はい、でそれ条件下がらへん条件のとこ俺は探して、近所もしっかり治安のいいとこかどうか探してやったけど、うんうん、実際そんなことできる人っています？私は一般の人と一般の感覚で喋ってるんですけど、うん、それはうわ、もうそんなグーの根も出えへん、そんな言われたら。で俺、あれでもねって言われて、でもねでもねでいけるか、なんかパカパカした放送事故すぎるやろ何それカットされてんじゃんほんまにそれスタジオの皆さんはどんな反応やったの？かまいたちさんとかさ。いや、それ V は、ま、V を撮っただけやから。あ、そうかそうか、まあ、それはまあオンエアでどんな感じになってるかわかんないですけど、かまいたちさんもほんまちょっと興ざめしてる可能性ある。ああ、ひろゆきさんはニコニコして、ひろゆきさんはちょっとやっぱ芸人さんって面白いですねマジで一番言われたくない。で最後の捨てゼリフ、クロちゃんの方が強かったっすけどね。あー、完全にひろゆき富永の言い方でいやもうね、まあまあでもすごい経験ですね。ちょっとまたなんかひろゆきさんの動画もあるやんか。いやいや、いろんな動画見て、だから今度ひろゆきさんが YouTube で発言してる言葉に対して、いやこれちょっとおかしいと思うんですけどつってぐちぐち言う動画撮る。ああいいね、別に論破されへんと思う。うん、そうそう、一方的に言うだけ、一方的に言うはい、ということで俺は違うと思う。またどっかでリベンジしたいなと思います、はい、お疲れ様でした。